焼肉踊る冒険の日々っていうの。なのにあいつってばいつの間にか私の前から消えちゃってさ。ああ、なんかまたこうドキドキワクワクすることないかな。いきなり曇り？ひどい。予報で雨なんて言ってなかったのに。やだな。私がいる限り、あなたには指一本触れさせないんだから。ソニックだ。イエーイ。ソニック。久しぶり。海。ちょっと何その態度。ねえ、この小鳥さん追われてるの。ちょっとの間ボディーガードしてよ。ダメだって言ってもついていくわよ。しょうがないな。あ、きっと待ってよ。ちょっと待ってよ。もうソニックったら足早すぎるんだから。来た、エグマのロボット。ふん、あんなやつちょちょいとやっつけてやるぜ。うわぁ、どうした。うわ、カップルサービス、生かしたカップル入場無料だって。ねえ、入ろう。ねえ、ソニック。エミー、ウェイ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 、ちょっと待てよ。しょうがないな、まったく。
となしく小鳥を渡せ。嫌ったら嫌。なぜだ。なぜだも何もないでしょ。じゃあ聞くわ、この子をどうするつもり。情報なし。知らないの。でもきっと熱くもてなしてはくれないでしょうね。でお願い、助けて。少しでもこの子をかわいそうと思う気持ちがあるなら。理解不能。なぜ関係ないもののため一生懸命になれるのか。理解不能。そっか、エクマンはそういうこと教えてくれないんだ。どうしたの小鳥さん。逃げろ。え？どうして？ここは危険。急げ。もうすぐミスティックルーインの基地に着く。あなた他のエグマのメカとは違うみたい。もしあなたが本当は悪い人でないのなら、今度会う時は友達よ。できるかな。うん、そんなバカな。ここどこ？これがちゃん。大丈夫、怖くないわよ。もう用はない。
ガンマよ。お呼びですか、ドクターエッグマン。あの青いハリネズミをハチロスにするんじゃ。訓練の成果を見せてみろ。アイアイサードクターエッグマン、あとは任せたぞ。やめてロボットさん。あ、
小鳥さんがエクキャリアから逃げてきたんだから、もしかしてエクキャリアの中にまだいるのかも。行ってみる価値はあるわね。振り向かせてやるんだから、それから追いかけてきたって遅い。